こんばんは。クリスマスの頃に来る寒波をクリスマス寒波と言います。西高東低の冬型の気圧配置となると、風は高気圧から低気圧へと吹こうとしますが、地球の自転のために風は右方向に曲げられ北西風になります。この北西風がシベリアからの寒気を日本へと運んでくるのです。1995年のクリスマス明け、とてつもない寒波が到来しました。史上最強クラスのクリスマス寒波といっても過言ではないと思います。各地に雷を伴った大雪や暴風雪をもたらし、三重県四日市市で53センチ、滋賀県彦根で36センチなどを記録しています。冬型の時には絶対と言っていいほどまとまった雪が降らない関東平野でも、埼玉県あたりまで雪雲が侵入していたほどです。宇都宮では3センチの積雪を観測しています。さらに立山、伊豆大島でも雪を観測し、八丈島も、雷を伴う雪となりました。東京は快晴でありながら最高気温は 5.00 度止まり、温暖な西日本でも雪が降り、奈良市で2センチ、三重県津で8センチの積雪を観測しています。上空約1500メートルでマイナス12度の寒気が、関東をすっぽり覆っているのは驚異的です。茨城県立野の上空約1500メートルの気温は12月としては史上最低のマイナス 12.9 度を記録しています。仮に100メートルごとに 0.6 度下がるとして計算すると、地表の気温がマイナス 3.9 度になる計算です。上空約5500メートルでも12月史上3位のマイナス 39.2 度を観測しました。さて、今年はクリスマス前に強い寒波が来てしまいましたが、クリスマスはどんなクリスマスになるのでしょうか。